点瞬間をショップチャンネル。お客様こんにちは。午後3時を迎えましたので、このお時間はお茶以降のお時間になります。今日担当は佐々木です。よろしくお願いいたします。ではですね、お茶以降をご紹介する前にちょっとご案内させていただきたいことがあります。こちらをご覧になっていただきましょう。日頃のご愛顧に感謝を込めまして、ショップチャンネルビッグセール東京行わせていただきます。有楽町東京交通会館の12階です。もうぜひいらしていただきたいんですが、日程になります。11月6日水曜日13時から17時になります。そして11月の7日11時から16時の日程で行われます。東京交通会館12階です。で、ぜひですね、最終入場になりますが、会場の30分前ということに、平常の30分前ということになりますので、30分前までにはぜひ入っていただきたいと思いますね。そしてこちらビッグセール東京会場からですね、お客様お茶以降公開生中継を行わせていただきます。かわいいんですが、斉藤キャストがいます。生もいますということで、斉藤キャストこの後の、ね、お時間担当になりますが、今髪を伸ばしている絶賛途中中みたいな感じでね、すごく伸ばします。で、ぜひね、お茶以降もう参加されるお客様たち映る可能性ありますから、お願いしたいのが恒例です。今やもう緑のアイテムをつけてご出演いただくっていうことがぜひお願いしたいところなので、何でもいいです。ちょっとブローチとか、ちょっと、お洋服の袖のあたりとかでもいいんで、もう本当に何か緑っていうところ、そこを演出していただければと思います。会場一体となりまして、楽しいお茶以降をお届けしてまいりたいと思いますので、11月の6日水曜日15時からということですので、ぜひお待ちいたしております。詳しくはショップチャンネルのウェブサイトをご覧になってくださいね。ではお茶以降の本編になりますが、今週のテーマが何だったかと言いますと、未来様からいただきました、これだけは譲れないこだわりは何ですかということだったんですね。未来様には投稿テーマ採用されましたので、ゴールドステッカープレゼントさせていただいております。いただきますと。で、じゃあどういうご意見をいただいたかっていうのをちょっとご紹介していきますね。まずメープル様からです。私のこだわりは、お中元やお歳暮などをいただいた時に、先方にお礼の電話をかけるのではなく、手書きのお礼状を送るようにしています。私は字を書くのが好きなので、年賀状も一筆添えて出すようにしています、というすごく素敵なメッセージをいただきました。これって結構大変だと思うんですよ。お電話だとちょっと時間のある時になんてあると思うんですが、やっぱりお礼状になってくると、はがきにする、あとはお手紙にする、どんな便箋を選ぶとか、どんな文章から始めるとか、すごい時間をかけることになると思うんですよね。でもそれだけ相手の方を思って、そしてお礼の気持ちを伝えていくっていうこの思いなので、メープル様の周りの方々はすごく喜んでらっしゃるんじゃないかなと思います。もうそろそろ年賀状のね、シーズンにもなってきましたよね。もう早めに申し込むとお買い得なんていうのも連絡できたりしてますので、もうぜひね、こういう方もたくさんいてくださると、私もいただくと嬉しいなと思います。私もそういうものを心がけたいなと思います。メープル様本当にありがとうございました。では続いてです。次がですね、バロン3号様です。毎日お料理しますが、調味料にはこだわりがあり、醤油は国産マルダイス醤油、砂糖はきび砂糖、塩は赤穂の塩です、ということなんですが、やっぱりこういう決まってるものってあったりしますよね。さっき照子先生のお話、打ち合わせの時にもあったんですけど、やっぱりこう慣れたものをやっぱり受け入れる体っていうのもあるわよねっていう話だったんですよ。ミエルボーテもやっぱり慣れてくると、こう受け入れてる自分っていうのに慣れてきて、それがないともうたまらなく寂しくなっちゃうとか、もうないと困るとか、
そういう感覚ってあるわよねっていうお話もあったんですが、こういうバロン3号様のようにですね、何かこういうこだわりがある方もいつかまたメッセージいただければと思います。ありがとうございます。では続いてねーね様からです。お風呂は夕食前に入ります。夕食後は家事を済ませてゆっくり録画したショップチャンネルや生放送を楽しみたいのですというメッセージいただきました。ありがとうございます。もう本当にショップチャンネルをゆっくりご覧いただけるってありがたいなと思います。それだけの時間を費やしていただけてるっていうことを私たちも心して放送に取り組まねばと思いますね。でも本当にゲストの方々も熱意を持ってご紹介していただいたり、あとは照子先生なんかはもう本当に学校での講師としてのご活躍ぶりだったりとか、講演の時しかなかなかお話も聞けないところだと思うんですが、番組でこういう風にねちょっとゆっくりお話もしていただけたりっていうこともあるので、ぜひショップチャンネルの番組の楽しみ方っていうのもお客様主体でいろいろと楽しんでいただければと思います。ねね様ありがとうございました。では続いてケンケン様からいただきました。これもすっごい嬉しいメッセージをいただきました。夜更けのライブセレクションを見てから寝ることですと。どんなに疲れている時でも金曜日の深夜は必ず夜更けのライブセレクションだけは必ずリアルタイムで見ることを決めています。商品はもちろんですが、キャストの皆さんとメッセージを通じて会話ができるのが楽しみだからですというメッセージいただきました。まさにこれ日付が変わってで、午前3時からまた行われます。10月の25日午前3時から担当キャスト二平キャストと上田キャストなんですが、私先日二平キャストと広島中継一緒だったんですね。で、北村キャストも深夜担当になっていて、あの2人が言っていたのは、夜中って見てもらえてるんですかねっていうことで、でもきっと見てくれてるって思いながら、あとはメッセージもたくさんいただけるようになってすごく嬉しいんですって言ってたんです。で、お昼間の番組に出演する時も、私たちあなた誰って言われるんじゃないですかねとかすごく不安になっていたようだったんですけど、本当にお客様からの反響とかもたくさんいただいたのを教えてもらったりしていて、私たち下のメッセージとか全然見られなかったので、それですごい喜んでたんです。やっぱり励みになりますので、ぜひケンケン様これからもずっと見続けていただきたいですし、これからもショップチャンネルこういう番組あるので、夜中ももう24時間今生放送になってますから、いろんな時間で楽しんでいただければと思います。ケンケン様本当にありがとうございます。喜んでると思います。そして私今突然言われました。これだけは譲れないこだわりは何ですか、何だろう、突然言われたからこだわりは、主人ともね喧嘩したぐらいこだわりがあるんですけど、親を徹底的に大事にしたいんです。もう本当にそれはね、自分たちも大事だなって言われても親も大事なのっていうところで、ここにねやっぱりこう本当に譲れないっていうところで、今はもう認めてもらってますけれどもね、そこまで言うのかっていう感じで一緒になっても親を大事にしようっていう感じになったんですよ。これは譲れないですね。本当に突然でした。急に来ました。では続いてパライバブルー様から、こだわりがないのがこだわりですというメッセージもいただきました。ふざけているわけではありません。年齢を重ねると考えが固定化したり柔軟性が失われますと。だからこそ常にフリーでいることにしていますということでメッセージもいただきました。ではこの後もう時間なんですね。この後はサイトキャスト担当で鶴吉さんもいらっしゃいます。小判のご紹介になりますので、ぜひご覧いただきたいです。そして明日はおがちゃん担当でご紹介します。斉藤ちゃんお茶行こう、頑張ってね。自信を持ってお届けするショップチャンネルのおせち、全国からえりすぐりの品々を一種ずつ小分けにし詰め合わせました。